疲れたっすね。もういい、もう終わる、もう今日ええっすね。今日いいです動画も。でもなんか最後なんか、新入社員くんがなんか企画考えとるらしいんで、まあらしい、何やねん。いきなりですが、ここで運試しコーナーです。でパチンコか、何やスロットかこの中に1個わさび入りたこ焼きがあります。たこ焼き食べるんすね、今から。褒美企画ということなので全部食べきってくださいね。なるほど、はいはいはい、あるあるっすね、ご褒美だ。ついに YouTube のあるあるみたいな来たね。しっかり用意されておったね。これ何？これだしやん、明石焼きみたいな感じ。ああ、はいはいはい、リピーターのお客様で、あの関西の人は、はい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 、明石焼きうまいけん食べてみ、営業マンが言われるっていう。ああ、確かに。これ試してみって結構言われるんで、よかったっすね。試したことはなかったっすね。試したことなかったっすね。この中に1個わさび入ったんですよ。8分の1っす。大丈夫か、いけるっしょ。まあちょっとお互いにあんしてちょっと出させてみたいな感じで。そうしようそうしよう。じゃあ、かかりましょうか、うん、浸すんすよね、明石焼きって。うん、そうやね。これは、ちなみに 150cc に休まれだし、ワンパック入れて沸かした出汁です。ちょっと濃いめの方がうまいらしいです、明石焼きは。いきますよ。なんか企画してきたくせに、めっちゃ険しい顔で見てきます。笑いを忘れるぐらい、やっぱ新入社員なんで頑張ってるってことです、うん、そういうことね。うん、浸すんですね。浸して、はい、いただきます。いただきます。うん、美味しい。セーフ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 。どんくらいのセーフ、どんくらいの気持ちでやったらいいのか分かんない。ちょっと怖いこれやな、これや、ね、狙っていってるんです。いや全然、ご褒美やし、たっぷりつけて。はい、うまい、うまい。だしがしっかり効いてる。マジでうまいですね。でもこれ2人とも当たらんかったよ。待って、あと6個しかない。これ、うん、いやな、それない、多分これっす。来たっしょ、これもう当たったっしょ。めっちゃ美味しい。え、もう当てに行っていいですか。いや、もちろんもちろんいいっすよ。なんかこれな気がするんですよ。ほい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 、ほんますか。ほんまほんまほんま、そろそろ行くやろな。やばいやばいやばい、はいはいはい、はーい、どうぞ。マジでうまい、うまい、マジうまい。ちょっと待って、4分の1は、うわ、だる。ちょっと心の準備いるな。マジでいくっすよ、絶対こいつや、こいつこいつこいつ。いや、ほんまに、なんかたまに他の YouTuber さん見よったらここら辺にわさびついとることある。綺麗にやっとる。うわっ、
もういいよ食べて。はい、自分で食います。うん、明石焼きってこんな感じなんや。いや、エムリーは入っとるし。いや、入っとるし。うわっ、うわっ、入っとるやん。入っとる。嘘、嘘書いた。嘘書いたんすか。うなずくことしかせん。やばいっす、こいつ後で詰めないかんすよ。これやばい。え、本当に1個だけ。ん、何、本当に1個 ?2 個入れたらしいっすよ。あはりえ、ちょっと怖くて食べれるのですけど。もうないでしょ、でももう。まあまあ、最後は美味しく2人でいきますか。はい、はいはいはい、まあ普通にね。よしよし、うん、うん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 、入れとけよ、最後まで。いや、ほんまそれだ。動画としては面白くない。普通に食べた最後。まあ、私焼き足だしもしっかり150か150に割った、まあちょっと贅沢です。うん、しっかりだし効いてうまかったし、裏切られたし、うん、怖、新入社員の時怖くてそんなことできない。いや、ようやらんかったっすね。やってくれてよかった。いや、本当にチャンネル登録、高評価お願いします。マジで辛いっすね。辛っ。